ワンアウトランナーありません。伊藤さん、はいどうぞ。降板しました佐藤投手の談話を伝えます、はい。村田さんへの一球投げきれなかったし、はい、それからピンチの時に球が浮いてしまったと、そういった場面で冷静に投げることが大事だと思いましたと、何かこう次への課題を見つけたといったような発言でした。はい、一塁側からドラゴンズ情報、久野誠アナウンサーのレポートでした。そうですね、あの降板した後もずっとあのリリースポイントを悔やみながらね、もう一回確認してました。1球投げました、ちょうど見送ったストライク、インサイドのカーブです。まあそうですね、その打たれたやつもありますけど、やっぱりフォアボールとかね、はい、8番にノーアウトでフォアボール出すとか、はい、まあ、ここっていうところであのバッテリーエラーしてますしね、はい、明らかにそうですね、まあ、2点ではあるんですが、ワンボックのストライク、第2球投げました、打ちました、ショートライト右へ強いされた、グーンと右にしかし切れた、ファウル。あの6回途中2失点でマウンド降りてはいるんですけれども、もう少し投げられただろうし、うん、でもうちょっと点が少なく終えただろうし。そうですね、やっぱりこう課題ってたくさんありますね、やっぱコントロールでしょうね。今ドラゴン打線がそんなに活発ではありませんから、はい、もう2点3点という勝負になってきますから ね、力が入るというのも、まあ、無理もないんですが、現在は2対2同点。第3球投げました、打ちました、ちょうどまたライトの右だ、今度は少しフェアゾーンに近づいてきましたが、しかし、右に切れたファウルボール。投球次が4球目、今日はドラフト2位ルーキーの東北福祉大学出身の佐藤が本拠地での初先発を果たしました。で途中まで5回までは勝利投手の権利を持っていましたが、6回の表に追いつかれてマウンドを岡田に託して降りています。現在はその岡田がマウンドを守っています。ドラゴンズ2対2同点。第4球投げました、長野アウトコース空振り三振、キャッチャー前にこぼしている。バッターランナー長野は一塁に走っていきましたが、その前にボールが渡されてアウト、三振成立、ツーアウト、ランナーありません。岡田これで2者連続三振で7回の表ツーアウト、ランナーありません。長野も完全なワンバウンドのボールを振りましたね。いいんでしょうね、腕振れてるし、この間も岡田2イニングで6つとかねありましたもんね。そうでした、はい、2回を6三振のリリーフというのがありましたね、岡田は。さあ打席には2番の橋本至が登場です。橋本は今日先制の内野ゴロで打点を挙げています。第1球投げました、アウトコースの低めスライダーはボール、ボールワンです。得点は2対2同点。ゲームはルーキー佐藤と、そして巨人は今村の先発で始まりました。現在の両チームともに先発ピッチャーが降りて継投勝負になります。7回の表ジャイアンツの攻撃、第1球を投げました、見送ったボール、ストライク、ボールカウントが1&1。先制したのはジャイアンツ、3回の表ワンアウトランナー1・3塁から今打席に入っている橋本至の内野ゴロの間にサードランナーの、8番の小林が生還、1点を取りました。でも直後の3回の裏、今村が2点を失いました。アウトコース3球目外れてボール、ボールカウントは2ボール1ストライクです。ドラゴンズは2アウトランナー2・3塁と攻め立て、3番の平田が久々のヒット、10試合ぶりの打点を挙げまして逆転に成功、2対1。ルーキー佐藤の本拠地初勝利かと思われた6回の表、しかし落とし穴が待っていました。2番の橋本から始まるオーダー、橋本が出塁した後、姿は投げた、空振り、ボールカウントが2エンド2。橋本がレフト前ヒットで出塁した後、フォアボールなどが絡みまして、ワンアウトランナー一塁二塁から5番の村田がライトフェンス直撃のタイムリーツーベースヒット、2対2同点に追いつきました。しかしあそこから満塁のチャンスまで行き、代打クルーズまで送ったジャイアンツ、5球目投げました、打ちました、ファウル。あそこまで追い越したかったですね。そうですね、6回の表でまずクルーズの1点をね、追いたかったですね。ワンアウト満塁でクルーズというところだったんですが、浅いセンターフライ、3人のランナーどうにも防げず、結局ツーアウトランナー満塁から8番の小林も凡退して、結局、同点止まりで6回の表が終わりました。2エンド2から第6球を岡田が投げました、橋本打ちました、流し打ち、サードライナー取りました、アウト、3アウト先制です。7回の表巨人の攻撃は無得点で終了しました。今最後のライナーを取った高橋と抑えた岡田がお互いにグラブを合わせてグラブタッチで挨拶を交わし、ダッグアウトに引き上げていきます。7回の裏ドラゴンズはこのピッチャー岡田から始まるオーダー、おそらく代打構成かと思われます。CBC ラジオ、牛島和彦さんの解説でお送りしています。名古屋ドーム、中日巨人の17回戦、7回の表が終了、2対2同点です。三井ロコは、毎日の暮らしがあなたにも地球にももっと優しくなればいいと考えています。
人でも多くの方のお役に立ちたい、そんな思いをクリーンエネルギーに込めてお届けします。皆様の豊かな暮らしの隣に三つうろこです。朝の取れたて朝刊紙面、じっくり煮込んだ連載コラムをスマホでタブレットで、記事の美味しさ届けたいから、紙面でも画面でも購読料だけで読める、愛読者セットで検索、毎日新聞。ドラゴンクエスト30年の感動がここに。 TBS ラジオ主催ドラゴンクエストミュージアム渋谷ヒカリエで大好評開催中。ドラゴンクエストシリーズが初の大会イベントとなって集結。詳しくはドラゴンクエストミュージアムオフィシャルサイトをチェック。 TBS ラジオエキサイトベースボール中日対巨人の17回戦。この番組は CSP セントラル警備